こんにちは、瑞風さんです。先ほどね、俳優の生田斗真さんと女優の清野菜名さんのご結婚が発表されました。早速ね、相性の方をね、見ていきたいと思います。まずね、水と油ね、水と油みたいな関係なんだなということは思いました。要するにドレッシングをね、水と油に分かれてますけど、使う時ってガシャ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 ってこうね、よく振って使うじゃないですか。ね、なんかね、そんな感じなんですよね。お互いにまあ水と油なんですが、まあ、協力するところは協力していく。そんなようなね、感じです。で、まあ、だからといってね、水と油だからって言ってね、仲悪いかっていうか、そういうことはなくて、何かね、お互いをね、お互いのことを不思議な顔で見てる。はぁ？みたいな。なんですか、それはみたいなね、そういうようなね、関係性なんです。だからといって相性が悪いということではないんですね。メリットとしてはね、異質のものをね、持ち込めるというね、ドレッシングのようにね、異質なもの同士ね、シャカシャカやるとね、美味しいサラダになると、ね、ドレッシングになるということですね。ですから、何か悪くはないなと、ね、いう感じです。もちろんこれはね、相互補完という形でね、やっております。お互いね。で、お互いね、やっぱりもう別行動ですよね。結婚したらもう別行動。なんか協力してなんかやろうとかってそういうのじゃなくてね、全く別々で我々はやりますっていうね。そういうふうに言ってるようなね、感じです。まあでもね、このコンポジットチャートはね、やはり、なんていうんですかね、やっぱり、太陽と月が仲悪いとね、やっぱこれ一番きついです。ぶつかります。ね、矛盾があります。ね、まあ、この2人はどちらでもないと。ね、合うようで合わない、合わないようで合う、みたいなね。そんな不思議なね、関係です。ちょうどね、光秀と松永久秀のような関係性って言ってもよくわかんないですかね。不思議な関係性ですということが言いたいわけですけどね。まあ、ユニークなね、組み合わせだなということは思いました。で、20円ではね、生田さんのその金星に、まあ、清野さんのね、ドラゴンヘッドジュロンね、豪なんでね、まあ、これもね、非常によろしいのかなと。ね、生田さんの楽しみの方向性っていうのはね、非常に清野さんにとってはね、喜ばしいことだし、これはツッコミを入れると。ね、ジュノーでツッコミを入れてくっていうね、そういうようなね、これもまた面白い組み合わせです。ね、で、まあ、お互いね、歩み寄らなければならないという部分がありますけども、これはね、まあ、情の部分ですよね。お互いその情に流されやすいっていうね、欠点がございますので、こういった場合ね、まあ、心を鬼にするということですよね。涙流して頼まれるとね、つい受けちゃうっていう夫婦です。ね。ですから、こういう場合はね、こうね、お金貸して、ポロポロって言ってね、貸しちゃうんですよね。だからそこでね、やっぱり、現実的な感覚を持っているね、どちらかがそういう感覚を持ってれば、ちょっと借用書もらうよとか、ね、借用書なんかいらないよ、もう。水臭いわよって言っちゃうからね、一応っていうね、本当なんですけど、まあそこはお互いね、
意識してね、情に流されやすいんだと、感情によってね、気分が流されやすいということはね、意識してねやっていけばねよろしいかなと思います。で、生田さんはね、非常に活動的ね、何か先に始める、ね、で、清野さんはね、どっしりと安定している、ね、そういった意味ではね、相互補完になっていると、ね、いうことです。で、根の部分でのその相性というのがありますけども、これもねやっぱり全然違って、で、生田さんの場合ね、もう甘えん坊さんです。情緒的です、ね、女性的です。しかし清野さんの場合はクールでね、サバサバしてね、距離を空けたいというね、そういうようなね、入り込まないというね、入り込みたいみたいなね、まあなんかそんなようなね、ここでも不思議な、組み合わせでね、まあサバサバしてる人と一番甘えん坊なウェットな人が一緒に住むんですよと、これからとね、いうことでね、これはね、別に相性がだからといって悪いというわけではなくて、清野さんを、まあ、生田さんがリードするという関係性ですよね。だからそんなね、サバ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 自分で抱えててもしょうがないよって、何でも相談してごらんって言ってね、なんかね、甘えてくるっていうかね、涙流すとか、そういうようなね、多分二重感情線なんじゃないかなということは思いますけどね、そんな感じで、で、まあ、お互いにねやっぱり、まあ、金星サソリということですよね。金星サソリっていうとねやっぱり情緒的、まあお互いをねこう、もう絶対ねあなたしか見ていない、僕も君しか見ていないね、だから君も僕だけを見てるね、そういうような態度をね要求するっていうサインですので、もう2人のワールド、ね、それが繰り広げられている、まあ、そういうことが、まあ、容易に想像できますよね。ですのでね、まあ、相性的にはね、まあ、不思議な相性だなっていうことは思います。とりあえずね、ご結婚おめでとうございます。では、また。